遠泳大会が開かれたのは今月1日。晴天で波もない絶好のコンディションの中、伏木小学校の5、6年生37人が学校近くの国分浜で遠泳に挑みました。練習の成果を発揮し 2.5km を完泳したいと思います。開会式では6年の北野湧人君が全力で泳ぎ切りたいと宣言して、全員が海へと向かいました。去年は遠泳大会がなかったので泳げなかったんですけど、今年は泳げるので頑張って泳ぎ切りたいなと思います。今日の遠泳大会泳げそう？頑張ります。自分なりに。新型コロナウイルスの影響で2年ぶりの開催となったこの遠泳大会、伏木小学校の伝統行事で、明治6年の学校創立以来90年以上の歴史があります。コースは沖合およそ1キロにある小岩まで行き、岩の周りを回って岸に戻るおよそ 2.5 キロのルートです。水泳協会の会員や伏木小学校の OB なども児童と一緒に泳ぎ、事故が起きないよう見守ります。そしてスタートから40分、最初の児童がゴールし、その後次々に児童がゴールしました。歓迎した子どもたちは岸に向かってくる子に声援を送っていました。最後の児童もゴールを果たし、今年は全員が無事泳ぎ切りました。絶対歓迎してやるっていう思いで泳ぎました。学校のプールでやっていたよりも長かったからきつかった。ゴールした時はめっちゃ嬉しかったですし、やりきったっていう思いが本当にありました。友達とかみんながいたからゴールできたんで、仲間の大切さっていうのは本当に感じました。地元の海に親しむ伝統の大会で、児童たちは自然や仲間の大切さも肌で感じていました。海と日本。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。